イダーマン、ブランド展開したくなったらいつでも電話ちょうだい。ねえ、潰した隠れ家調べてたんだけど、今じゃそのエリア犯罪も光る剣を振り回すクズも減ってるみたい。ティンカラーの問題。2658だよね。プログラマブル、また何でも作れそう。これいい感じ。これでよしっと。何かにお礼言わなきゃ。オッケー、戻った。それでティンカラーの問題は残ってるけど、アンダーグラウンドはかなり減ったはず。チームの勝利だね。暴露キャストでもっと減ってくれるはず。ねえ、もし何かあれば、ほらヘロヘロになってブレイク必要ってなったら連絡して。超美味しい抹茶ラテのお店知ってるんだ。僕がマスクつけ。かけ直す。あ、マイルズ、それで一体何があった？フィンに、ロクソンに、アンダーグラウンド、いろいろありすぎてさ。悩みだらけの17歳、しかもスーパーヒーローか。少しは息抜きをしろ。ビートを作ってるのか？これ始めてからはあんまり。仕事と生活のバランスを大事にしろ。ほら、ずいぶん昔お前の父さんと作ってたミックステープだ。韻も踏んでバッチリだぞ。何それ、初耳だよ。未完成でな、街中の音をサンプリングしてビートを作りたかったが、マスターをジェフが持ったまま仲たがいしちまったんだよ。お前が完成させろ。きっと気晴らしにもなるだろう。うん、だね。それじゃあどうすればいい？ロードしろ。教えてやるよ。ホログラムのガイドを設置した。音源をスキャンしろ。ホログラムね。僕のパクったの？お前が生まれる前からネタ帳に書き込んでたやつだよ。今はフィンのことは忘れて、音に集中して考えを整理しよう。ホログラムをスキャンすればドライブのファイルがアンロックされる。どの音源か教えてくれるはずだ。オリジナルの音源を探してクリーンなサンプルを手に入れろ。音が割れないように少し離れてみろ。音だがこもってる。ちゃんとよく聞こえるとこに行け。ちゃんと聞こえるところに行かないと
音が歪んじまうぞ。こっちにはな…ないよね。途中で投げ出すなよ、甥っ子。父さんも言ってたろ。もっと近づいて音量を調節するんだ。そうだな、ベルの音が聞こえるだろう。同じような音に耳を澄ませ。よし、そこだ。距離もちょうどいい。やったな。最高だ。残りの音源は町中に点在してる。それぞれの場所の雰囲気をつかめるようにメッセージも残しておいた。気に入った。待ってろ。よう、いい音見つけたか。独特なダイナミックス。老いぼれでも役に立つだ。確かに気晴らししてよかったかも。やるべきことが分かったよ。フィンに会って計画をやめるよう説得する。直接？どこで？明日の夜、トリニティチャーチで。それがどうかした？どうかしたって、お前狙われてるんだぞ。守ってくれなくて平気。一人じゃ危険だ。おじさん、父さんと喧嘩したからこのテープを完成させられなかったって言ったよね。父さんと何があったの？俺たちは似すぎてたし、違いすぎてた。複雑なんだよ。まずはテープだ。サンプルを集めたら全部教えてやるよ。約束だ。ありがとう、おじさん。トリニティチャーチだ。いいか、ティンカラーは好きにしろ。ガキには手を出すな。ああ、よく寝た。疲れてたし。OK。
ねえ、どうかしたの？よし、フィンに電話しよう。出てくれますよね。それじゃスパイディ、どう思うのスパイだ。フィン、ねえ話をしようよ。アフケさん、それでまた嘘つくの？ちゃんと説明したいんだよ、お願い。トリニティチャージに来て。もう嘘はつかない、約束。また騙すつもりなら、わかった、後でね。会ってはくれるみたい。よし、トリニティチャージに行こう。子供の頃、お前の父さんと毎晩この音を聞きながら寝ていた。ビートがいいんだ。オッケー。父さんとおじさんが子供の頃によく聞いてたリズミカルな音ね。私のことはついてなかったけど。何かの機械音とか？逆方向かも。危ねえな。近くに地下鉄が通ってる。危ない。アプリをダウンロードさせるなんてな。俺の情報はやらねえぜ。何なの？危ねえだろ。ママは今にも大切だろ。諦めるなよ、スパイダーヒット。いずれうまくいくかさ。ヒーローってこういうもんだろ。電車が通るのを待たなきゃ。そしたら録音できそう。遠ざかってるな。ねえねえ、ちょっと見て。どういつもなの？猫の方が人気。話を持ってないんだけど。一人きりの羽田は初めてだ。俺も悪くないな。電車が通るのを待たなきゃ。そしたら録音できそう。ああ、他の探そう。
初耳だろうが、父さんと俺はこの近くで育った。高校でブルックリンに引っ越すまでな、列車が曲がったり止まったりする時の車輪の音が聞こえてくると二人で夜更かしして話したことを思い出す。大人になったら何になりたいか語り合った。俺は宇宙人と言ってな。